赤ヤガラはトゲウオモクヤガラ科に属する海水魚である。インド太平洋及び大西洋の温帯、亜熱帯域に広く生息し、日本でも南日本を中心に見られる。細長い体型と赤い体色が特徴的な大型魚で、最大で体長2メートルに達した記録がある。同族種に青ヤガラがいるが、こちらはより小型で、 また体色が暗い色であることなどから本種と識別される。微味な高級魚であり、淡白な白身を刺身や吸い物などにして食す。漢方薬としても用いられることがある。本種の図版。赤ヤガラはトゲウオモクヤガラ科に含まれる唯一の属ヤガラ属フィスチャレリアに現在認められている4種のうちの一種である。本種はフランスの博物学者。 ベルナール・ジェルマンド・ラ・セペードによって1803年に初記載された。この時与えられた学名がフィスチャレリア・ペチンバで、この学名が現在でも有効である。1816年にジョルジュ・キュビエが記載したカイセ・セルロタとカイア・アマキュラタをはじめ、後年に記載されたいくつかの種が本種と同種とみなされており、それらはすべて現在では無効なシノニムとなっている。 泳ぐ赤や柄の幼魚。本種は最大で標準体長2メートル、体重4.7キログラムに達する大型種である。通常見られるのは標準体長1メートル程度の個体である。体は細長く、円筒型でやや縦平たする。腫は感情で細長い。両目の間の領域は凹む。背びれは13から15何畳、尻びれは14から15何畳からなり。 いずれもトゲ状はない。尾ひれは2刺し、中央南状が長く伸長する。背びれ前方と肛門前方の正中線状に細長い輪状の骨盤がある。おつかぶの側線状の鱗には先端の鋭い後向きトゲがある。生児の体色は赤色から大々褐色である。厳密には背びれ前方と肛門前方の正中線状に 臨場の骨盤が存在すること、及び、おつかぶの側線ウーロコの後向きトゲが鋭いことを指標に同族多種と識別される。例えば、日本に生息するヤガラ属魚類としては、本種の他に、青ヤガラがいるが、この種では、おつかぶの側線ウーロコに鋭いトゲは見られず、また背びれ前方と肛門前方の正中線上に骨盤は見られない。 大西洋に生息するマダラヤガラガイパブケリアにおいても背びれ前方と肛門前方の正中線上に骨盤は見られずこの点で本種と識別できる。日本においては本種が青ヤガラより大型で沖合い性が強いことまた暗青色の体色を示す青ヤガラに対し本種が赤い体色を示すことから識別が可能である。オーストラリアダーウィンで釣り上げられた赤ヤガラ本種は 大西洋及びインド太平洋の温帯から熱帯域にかけて広く生息する。オーストラリアやハーイなどでも見られる。熱帯域ではより深い海域や冷たい有勝流のある海域に生息することが多い。2017年に地中海イスラエル沖においても生息が確認されたが、これは後海からスエズ運河を通じて侵入したものと考えられている。日本においても 南日本を中心に生息し、北海道から九州南岸の各地と伊豆諸島、小笠原諸島、琉球列島で見られる。沿岸ではやや稀だが沖合の低地網などでまとまって取れることがある。水深10から200メートルの海域の砂底底で見られ、土佐湾では主に水深30から100メートル、東、シナ海では50の180メートル。 中国の南シナ海北部沿岸では150-200の200メートルに多い。乱生で卵計2ミリメートルほどの分離浮き性卵を産み、そこから6から7ミリメートル程度の飼魚が孵化する。九州では産卵期は5月から8月までにわたる。孵化した飼魚はその後川口域に向かいそこで成長する。本種は白明白母性の肉食魚で魚類やイカ類などを捕食する。 小魚などの群れに細長い体型を生かして身を隠しながらゆっくりと近づいた後群れに突っ込んで細長い口で獲物を吸い込み捕食する。本種は世界各地で漁業の対象になる食用魚である。日本では底引き網や低地網などで漁獲される。肉は淡白な白身で美味で高級魚とみなされている。夏から秋にかけてが旬で大型個体は刺身。 小型魚は吸い物にして食される。糞の部分を粉末にしたものは漢方薬としても用いられる。ありがとうございます。